私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。2ヶ月前に出産を終えたレナさんって近所の人から LINE が来たの。出産を終えて大変なこともあるだろうけど、きっと今は幸せの絶頂期。私はそう思っていたんだけど、どうやら彼女は違うようで。ありえない、ありえない、信じられないんだけど。お子さんがすごく可愛いって話？ほんと、赤ちゃんって信じられないくらい可愛いよね。そうじゃないわよ。私が怒ってるの、文章を見ただけで感じ取れないの？文章だけじゃ喜怒哀楽は分かりづらいよ。怒ってたんだね。何かあったの？私が産んだ娘、全然可愛くない。は？そもそも私、男の子が欲しかったの。それなのに、生まれてきたのは女の子。しかも猿みたいな感じだし。いやいや、自分の子供はいつ見ても可愛いものじゃない？確かに生まれた時はちょっとお猿さんみたいだけど、それも可愛いよね。こんなのどこが可愛いのよ。可愛げなんて全くないじゃない。うるさいし。そりゃ子供は泣くのが仕事だからね。なるほどね。赤ちゃんのお世話をしてて、いろいろ大変になって嫌になったって感じ？そんな簡単な話じゃないの。言ったでしょ？私は男の子が欲しかったって。そんなこと言っちゃって。子供は天からの授かり物なんだから。男の子、女の子を自分で選べるわけじゃないでしょ？それに生まれる前に性別はわかるじゃない。そうだけど、何かの間違いで生まれてきたら、男の子なんてことにならないかなと思ってたの。どうしてそんなに男の子にこだわるの？確かにママさんは男の子を望む声が多いとは聞くけど、男の子でも女の子でも自分の可愛い子供じゃない。私の旦那の職業知ってるでしょ？確かお医者さんだよね。家を継いで院長をしてるとか言ってたっけ？そうなのよ。私の旦那は今病院の院長をしているの。つまり私たちの将来の子供も院長になるってこと。お子さんが望むかどうかは別だけどね。しかも将来の子供ってどういうこと？もうあなたにはお子さんがいるじゃない。女の子じゃダメでしょ。なんで？男と女だったらどう考えても男の方が上に行くし、男の方が頭いいでしょ。それに仕事もできるし。そんな決めつけよくないよ。男の子でも女の子でも勉強が好きな子はいるし、仕事ができるできないっていうのは男女で決められないと思うけど。そんなはずない。知ってる？女流棋士じゃないプロ棋士って女もなれるのにいないのよ。つまり女は男に負けているっていうこと。社長さんやってる人はどうやっても男性の方が多いし、なよなよした女よりもサバサバした男の方が上に行けるの。そんなのただの決めつけじゃない。それにもし生まれてきた子が男の子だったとして、病院で働きたいというかどうかはその子次第だから決めつけるのは良くない。小さい頃から何度も何度も言えば医者になるはずよ。お母さんの言うことを聞くようにいっぱいいっぱい言い聞かせるんだもん。せっかく痛い思いをして子供を産んだのに女の子だなんて。はぁ、すごくがっかり。そんな言い方はないじゃない。そんな気持ちでお子さんに接していたらいつか気持ちがバレちゃうよ。男の子がいい、女の子がいいって自分の気持ちはあるかもしれないけど、それを他人に話したり態度に出すのは違うと思うな。なるみさんのところも女の子よね。そうだけど。なるみさんのところは結構頭がいいみたいじゃない。だから男の子じゃなくてもそんなに余裕でいられるのね。なるみさんの子供と私の子供をトレードしましょうよ。ふざけたこと言わないで。確かに娘は勉強できるけど、だから余裕でいられるとかないから、娘が勉強できてもできなくても私は愛してる。そんなこと言いながら勉強できてお利口さんで運動もできる、全てを持っている子だからそうやって言えるのよ。そんなことないよ。年相応に苦手なことだってあるし、確かにちょっと大人びてるところもあるけど、苦手な野菜食べるときちょっと嫌そうにしてたり、完璧な人間なんてこの世にはいないんだから。ダメよ、ダメダメ。男の子じゃないと病院を継げない。私の完璧な計画が。完璧な計画？男の子を産んでそのまま病院を継ぐように育てて私の面倒を見てもらう。二人目なんて産んでたら体がボロボロになっちゃう。それに時間とかお金とかいろいろ考えたらあんまり子供は産みたくないし、二人目を産んでその子も女の子だったらどうすればいいの？そんなことを考えながら子供を産んでたの？当たり前でしょ。私の老後を楽にするため。私本当は子供なんて好きじゃないし。だけど子供がいた方が老後が楽になるでしょ。
そう思ったから私はしぶしぶ子供を産むことにしたの。しぶしぶって何？なんだその言い方。どうせ産むんだったら男の子で私の面倒を見てくれるように育てようと思ったのに。ふーん、女の子だなんてね。生まれてみれば可愛く見えるのかと思ったら全然そうでもないし、生まれてきて気持ちが変わるなんてことはなかったのね。子供が好きじゃないなら最初に旦那さんにそう伝えればいいでしょう。そんな無理やり産みましたみたいな態度本当に気に食わないんだけど。だって嫌なものは嫌なんだもん。旦那は子供が欲しいって言ってたし、私も老後のためには子供がいた方がいいし、どうしようかな。この後ちゃんと男の子を産めるかな。だからそういう問題じゃないでしょう。さっきから聞いてたらすごく不愉快なんだけど。子供を自分の道具か何かだと思ってんの？子供はあんたの道具じゃないんだよ。そんなこと言ったって私たちが面倒を見ないと生きていけないじゃん。二十歳までは私たちが面倒を見てあげるから、老後の面倒、あんたたちが見ろって言ったっていいんじゃない？たくさんお金をかけて、時間をかけて育ててあげるんだから、老後の面倒ぐらい見ろって感じ。あんたみたいな人が老害になっていくんだね。は？男の子男の子ってうるさいな。そもそも旦那さんのこと愛しているんでしょ？なら、愛する旦那さんとの子供ができて嬉しくないの？愛してるっていうか、お金持ちだったから結婚した感じ。は？だって病院で働いてるんだよ。しかも付き合っている時にもうすぐ院長になるって聞いてたし、そんなのも結婚するしかないじゃん。お金の心配することないなと思ってさ。あんたどこまでも最低だね。旦那さんのことはお金で選んで、お子さんのことは老後の面倒を見させるためだなんて、あんたみたいなやつは永遠に結婚しないでいい。残念でしたね。もう結婚して子供もいるんです。人生勝ち組ってやつだよね。旦那の給料高いから正直それだけでも大丈夫なんだけど、老後もやっぱりいろいろと好きなもの買いたいじゃない。そんなこと思ったことない。今貯めているお金は娘の将来のためにと思ってる。もちろん自分たちの老後が困らないようにって貯金もしてるけど、自分の子供に将来を押し付けるつもりはないよ。なるみさんはそういう生き方をすればいいんじゃない？私とあなたじゃ考え方が違うんだし当然でしょ。はぁ、なるみさんの子供とトレードしたいわ。男の子じゃないならせめて優秀な女の子の方がいいもんね。ゲス野郎。は？今の発言全部旦那さんに報告したから。嘘つ。旦那に報告したとか絶対嘘嘘。できるもんならやってみろ。だから報告したって言ったでしょ。今会場にいるし。今会場にいる？そもそも今日食事会があったの知らないの？食事会？あなた今どこで何してるの？友達とお出かけしてるけど。旦那さんはお子さん連れて食事会に参加してるよ。嘘でしょ。本当だよ。今日はママさんパパさんみんなで食事会してるの知らないの？グループラインに入ってるから見てると思ってたんだけど。どうせ参加しないからどうでもいいやと思ってたの。あなたの旦那さんに声をかけたんだよ。最初は子供もいるからって遠慮してたんだけど、子供の面倒だったら私たちも見れるのでぜひ参加しませんかって。ここ最近あなたの旦那さんすごく疲れ切った顔をしてたからリフレッシュになればと思って。人の旦那に色目使ってんじゃないわよ。それであんたたちはひそひそ密会してたってわけね。密会って20人以上いるんだけど。浮気したらただじゃ置かないから。そういうことじゃないんだって。旦那さんお子さんの面倒を見ててすごく疲れてたみたいだから、食事会に来ればママさんたちがお子さん可愛がって自由に食事ができるでしょ。だからちょっとでもゆっくりできればって思ったんだよ。出産したのは私なんだから、その後の面倒くらいでガタガタ言うなって感じ。疲れたのは私なんだから、旦那が疲れるなんておかしいのよ。ここ最近家に帰ってないんでしょう。体調が悪いからって家で寝ているか実家に帰るかで、旦那さんがお子さんの面倒をずっと見てるって言ってたよ。だから私は疲れてるのって。話がちょっと脱線しちゃったけど、旦那さんと一緒にいるから LINE を見せたの。あなたのここ最近の態度には呆れていたけど、お金目当てだったなんてもうありえないだって。なんでそんな上から目線なのよ。私は何も悪くないんだから。お金目当てで結婚して娘は可愛がるつもりもない。こんな結婚生活はもう続けていけないってさ。はあ？ちょっと待ってよ。まだ男の子産んでないし、それに離婚なんてことになったら私の老後はどうなるの？そんなの自分でどうにかしなよ。旦那さんにおんぶに抱っこ、
将来的にはお子さんに抱っこしてもらおうなんて、同じ母親として恥ずかしい。自分のことは自分でどうにかするんだね。わかった、子供に面倒を見てもらおうなんて思わないから、せめて離婚だけはなし。離婚したら私どんな生活になるの？極貧生活なんて絶対に嫌だ。全部自業自得でしょう。あなたと話していると気分悪くなるから、それじゃ離婚なんか絶対しない、しない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 。ゆりとひまわりとレナのライン。見て見て、ゆりすごく可愛いよ。ほっぺぷにぷに。本当に可愛らしいですね。まるで天使のようです。すごく可愛くてずっと遊んでいたくなっちゃう。あなたが遊んでいるおかげでお父さんはゆっくりできるからいいんじゃないですか。すごく疲れた顔してたもんね。なるみさんのママ友のゆりさんとひまわりさん、もしかしてあなたたちも今食事会に参加してるの？なるみさんがいる場所が私のいる場所ですから、もちろん参加していますよ。あなたのお子さんの面倒を見ているんです。見ているというか見させてもらっているというか。かわいいな。おいで、ママが抱っこしてあげる。あなたはママじゃないじゃないですか。だってかわいいだもん。そこに旦那いるんでしょ。連絡返すように言って、私のことずっと無視してるの。人の連絡を無視するなんて本当にありえないんだけど。ありえないとはこちらのセリフですね。生まれたばかりのお子さんを放っておいて友達と遊びに行く、家のことはほとんどせず、家を開けて子供の面倒は全部旦那様に。支え合うのが大事だと思うんですけどね。どいつもこいつも私を悪者にしやがって。私の何が悪いの？男の子か女の子だったら男の子が欲しいって言っただけじゃない。お金持っているところに惹かれて結婚しただけじゃん。老後の心配をしているだけじゃない。私の何が悪いのよ。発言すべてが気持ち悪いところですかね。人のことを考えられず自分のことばっかり考えている自己中なところですかね。なんですって。もう一回言ってみなさいよ。発言の一つ一つすべてが全部綺麗に気持ち悪いところですかね。人のことを考えられず自分のことが大好きで他人を見下す自己中なところですかね。ちょっとずつ内容がひどくなってるし、私は悪くない。ただ現実を見ているだけ。お金がある人と結婚しても別にいいじゃん。だからといってお金のために結婚するのは良くないと思いますよ。しかも結婚した後子供の未来まで決めつけ、自分に縛り付けようとするなんて。子供の未来は子供のものです。お母さんのために生きていくことを強要するなんて絶対にあってはいけないことですよ。はぁ、あんたたちに話しても無駄みたいね。旦那を説得するからいいもん。説得されるはずがないと思いますけどね。そんなのやってみないとわからないから。これが不思議とわかるんですよ。なんで？ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。そしてなるみさんに迷惑をかけた人のことは地獄に引きずり落とすような人なんですよ。つまり、なるみさんに迷惑をかけたあなたは地獄行きが決定。地獄に行く人は離婚がデフォルトみたいなものなので。離婚がデフォルトってどうなったらそうなるのよ。どうやってもそうなるんです。あなたのような自己中心的な人間は大嫌いです。あなたたちのような人間が周りを見ておらず、なるみさんやか弱い人たちに迷惑をかける。あなたたちのようなゴミくずが存在しているから不幸が止まらないんです。この世から傲慢で自分勝手な人間を一人残らず駆逐してしまえば、この世界から戦争がなくなるのでしょうか。争いがなくなるのでしょうか。まずはそれを試すためにも、なるみさんの周りのゴミくずを掃除することが一番です。それでなるみさんの周りが少しでも平和になるのなら、私はいつだって自分の手を汚します。止まらないからもう口出さない方がいいですよ。なるみさんの笑顔のため、なるみさんの幸せのためだったら何だってできる。たとえ自分のこの手が汚れたとしても、それはとても喜ばしいこと。だってゴミくずをこの手でひねりつぶすことができるんですから。この行いで綺麗になればとてもいいことですよね。私、お片付けが得意なんです。はい、ということでしたので地獄に行ってきてください。今回ばかりはひどいですよ。お子さんを道具のように扱ったんですから。
なんか絡んじゃいけない人に絡んだ気がするわ。私、心から反省いたしました。もうこの後はこのようなことがないようにいたしますので、それでは失礼しまーす。逃げるな。へぇ！逃げようとしたところで無駄ですよ。ユリにロックオンされた人は絶対に逃げることができませんから。そんな、子供を道具のように扱ったあなたは、同じように道具のように扱ってあげましょう。朝から晩まで働いて、食事も最低限でいいですよね。人間としての扱いはしてもらえませんから、失敗をすれば鞭で叩かれ、体中には打撲、ミミズ腫れ、やけど、それから痩せて体がガリガリ。かわいそうに、ちゃんと食べさせてもらえないだなんて。私は美味しいものをお腹いっぱい食べてる時がすごく幸せなのに、必要最低限だけなのか。なんかの冗談ですかね。面白くないですわ。知っていますか？いろんな拷問がありますが、なんだかんだ鞭が一番きついという噂もあるんです。少し当たっただけで肌がなくなるほどの威力ですから。確かに子供の頃にベルトとかで遊んでて当たった時めちゃくちゃ痛かった。絶対にみんなは遊んじゃダメだよ。おいとまさせていただきますわ。私は子供の面倒を見なければいけませんので。そうですね。儚いわずかな自由時間、楽しんでください。逃げろ！逃げられないって言ってるのに、道具のように扱われ消費されていく毎日、ご愁傷様です。その後、レナさんはあの後慌てて食事会に参加しに来たんだ。友達と遊んでいたのに、それを放り出して。だけど、もちろん周りからは白い目で見られて、旦那さんに連れられて帰っていったよ。離婚の話し合いをしている間、ひまわりがお子さんの面倒を見ててさ、すごく可愛がってたんだ。レナさんの旦那さんはひまわりにすごく感謝して、いくら小さい子供でも、こんな話を子供の前でするわけにはいかないからってさ。ひまわりに高級ケーキをプレゼントしてて、めちゃくちゃ大喜びしてた。レナさんは旦那さんと離婚して、無一文で家を追い出された。でも大丈夫。住む場所はあるから。ユリに連れて行かれて、謎の地下施設で労働させられているらしい。食べるものもほとんどなくて、水ももらえない毎日。それなのに、仕事は次から次へとやってきて、ちゃんと仕事しないと、怖いお仕置きが待ってるんだ。彼女は今頃、今までの生活がどれだけ幸せなことだったかを噛み締めているだろうな。道具のように消費される毎日、本当に因果応報だね。私の名前は水木。小学2年生の娘千秋と生まれたばかりの息子ひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。今日は学生時代からの付き合いがある男友達の結婚式なんだ。と言っても身内だけでやるってことで、私たち友人は呼ばれていなかったんだけど、なぜか友人のお姉さんから怒りの連絡が来たんだよ。ああもうちょっと何なの？どういうことなの？みずきちゃん、今日が結婚式だって分かってるんでしょ？なんで来ないのよ。今すぐ来なさいよ。もうありえないんだけど。エリナさんお久しぶりです。というか、なんで怒ってるんですか？それと今日が結婚式なのは分かってますけど、私たちは呼ばれていないですよ。身内だけの結婚式ですよね。そんなことはいいの。今すぐ来なさい。なんで年長者の言うことが聞けないわけ？みずきちゃんって昔から気が強いと思ってたけどね。そんなんじゃ誰にも可愛がられないわよ。だって可愛くないもの。は？私たちもアラサーですよ。何言ってるんですか？それに呼ばれていない結婚式に行くなんてマナー違反しません。だいたいなんでエリナさんにそんなことを言われないといけないんですか？私は新郎の姉なんだから、結婚式に関する権利があるでしょ。いや、ないだろ。え？結婚式は新郎新婦のものなんだから、新郎の姉とか関係ないでしょ。あったとしたら新郎新婦の両親ですよね。親が一緒になって準備を進めてるケースもあるし。でも姉は違うでしょ。あんたね、生意気なのよ。本当のこと言われてイラッとしたからって生意気ですか？エリナさん、相変わらずですね。はあ？どういう意味よ。私が弟さんと一緒に下校しただけで詰め寄ってきたの忘れました？校外学習の実行委員同士だったから話し合いながら帰ってきただけなのに、中学生のくせに色気づくなんて気持ち悪いとか散々言ってきましたよね。うちの親にまで文句言いに来たでしょ。
だってそれはあんたがうちの弟と下校するからいけないのよ。あの子あたしとは帰りたがらなかったのに。そりゃ中学生にもなって姉と下校とか冷やかしてくる子もいるだろうし嫌でしょうよ。じゃあなんであんたらはいいのよ。許せない。中学時代のことをいつまで言ってるんですか。いい加減にしつこいんだけど。ああもういいのよ、その話は後でいいの。とにかく今すぐ結婚式場まで来なさいよ。だからなんで。だっておかしいじゃないの。やっぱりおかしいのよ。なんでなんでうちの可愛い弟ちゃんがあんな地味女と結婚するの。あんたも邪魔するのに協力しなさいよね。はあ、エリナさんは私の男友達のお姉さんなんだけど、結構ブラコン入っててさ、当時からかなり有名な人だったんだ。そんな人が弟の結婚式に来いって言うなんて絶対におかしいよね。どうやら新婦のことが気に入らないみたいで結婚式を邪魔したいそうなんだけど、そんなの協力するわけないじゃん。やっぱりこの人の考えてることはわからないわ。30分後。ちょっといい加減にしなさいよ。なんでみんな来ないの。エリナさんまだやってるの。私結婚式場の前で待ってるんだけど。あんな地味女と可愛い弟が結婚するなんて絶対に耐えられない。アルバイト代5万払うから今すぐ式場に来て。白いドレス着てきてよ。あなたは結婚式場出禁だってさ。え、本当にやってることひどすぎでしょ。弟さんに連絡したら式場には入れないように手配するってさ。は、なんで告げ口するのよ、ふざけんな。え、ちょっと待ってよ。式場に入ろうとしたら警備員に止められるんだけど。そりゃ結婚式の邪魔をしようとする人は止めるに決まってますよね。なんでなんでなんでって、てか恥ずかしくないんですか。自分の弟の結婚式を邪魔するとかありえないでしょ。というか誰の結婚式だってありえないんだけど。あんたにはわからないわよ。なんで可愛い弟を他の女に奪われないといけないの。いや気持ち悪いんだけど。え、奪われるも何もあなたのものじゃないでしょ。それはさすがに気持ち悪いでしょ。うちも下に妹がいますし、世界一、いや宇宙一可愛い妹だけど、だからといって結婚したから奪われたなんて思わないのにな。だってあんたのは妹でしょ。私のは弟なのよ。それ性別関係あります。本当なら私が弟と結婚したかったのに。いやそれはどう考えても無理でしょ。ちょっとくらいのブラコンシスコンなら可愛いものだけど、そこまで行くと本当に気持ち悪いですよ。あ、弟や両親から式場に入るな、スタッフの方々に迷惑をかけるなって連絡が来てる。その通りとしか言えないですよね。みんな忙しいんだから、わがままで迷惑かけちゃダメですよ。ちょっとふざけないでよ。私が弟と結婚するのよ。いやマジで本当にドン引きだわ。独占欲が強いのか何なのかわからないけどさ、結婚式がダメになってしまったら弟が悲しむとか考えないのかね。結局自己中なんだと思うよ。しかもこのエリナさん、予想通り新婦の翔子ちゃんに対して長年嫌がらせをしていたみたいなの。まあ翔子ちゃんは全然気にしてなかったんだけどね。1ヶ月後、エリナと翔子のライン。許せない許せない許せない、絶対に許せない。私の弟を返してよ。エリナさん、ただいまです。いや新婚旅行最高でしたよ。海外にしてよかったです。今すぐ別れろ。え、誰とですか。弟とに決まってるでしょ。まあエリナさんってばいつも冗談面白い。だってうちらもう何でも付き合って結婚までしたんですよ。今まで喧嘩とか一度もないし、もう私超幸せなんです。お姉さんもこれからも仲良くしてくださいね。お姉さんって呼んじゃった、なんか恥ずかしい。これからも。ほらお姉さんよく連絡くれるじゃないですか。そういうのって結構嬉しいんですよね。だって義理の姉妹なのに全く連絡取らない人とかいるでしょ。でもお姉さんはいつも連絡くれるし。は？私はあんたのことなんか嫌いなのよ。そうですか。でも好きの反対って無関心って言いますよね。え、つまりお姉さんは私のことが好きなんだと思うんですよ。な、何言ってるの、そんなわけないでしょうが。え、やだ、お姉さんってば照れちゃってる感じ、かわいい。ほら私コールセンターで働いてるじゃないですか。よくクレームの電話入れてくる人たちってすごく親切な人だったり、あとは構ってほしいって人が多いんですよね。
だからお姉さん可愛いなって思ってたんです。あんた何様のつもりなの？新婚奥様です。奥様ってめっちゃいい響きじゃないですか。さっきね、なんか駅前で勧誘されたんですよ。奥様どうですかとか言われて入会しそうになっちゃった。やばい。やばいじゃないのよ。私はあんたのことが嫌いなの、気に食わないの。でもそれって嘘ですよね。あんたの頭が悪いところが大嫌い。やばい。私の出身大学めっちゃ偏差値高いですよ。そういえばそうだった。でもあんたは派手じゃない。カラコンしてるし、髪も染めてるし。今時そのくらい普通ですよ。でも私の場合は裸眼だし、髪も染めてないですよ。私コンタクト入れるの超怖いんですよね。それに髪ももともと茶色っぽいし、白髪染めする年齢になるまでは染めない予定です。はい、次は？どうせ家事や料理が下手くそ。やだ、それお姉さんのことじゃないですか。ウケるんですけど。は？聞きましたよ。お姉さんが作ると炭になるって。私小さい頃から親の家事を手伝ってるからバッチリです。今年のおせちも手作りしましたよ。趣味は掃除と節約、お菓子作りと作り置き。なんだもん、やっぱりお姉さんってば私のことが好きなんじゃん。違うって言ってるでしょうが。いや、もう笑っちゃうね。私の男友達と結婚した翔子ちゃんは私たちよりもずっと若いんだけどさ、家事とか料理とかがすごく得意な子なんだよね。お年寄りや小さい子にも優しいし、ある意味古風な子なんだよ。おじいちゃんおばあちゃんをすごく大切にしていて、介護まで手伝ってたレベル。エリナさんが文句をつけられるような子じゃないし、つけられるような立場ではないよ。こんな感じで翔子ちゃん自身は全然気にしていなかったんだけど、今回のことでエリナさんの行動が全部バレちゃったんだよね。2週間後。ちょっと瑞希ちゃん、ねえ翔子さんの連絡先知ってるでしょ。当たり前だけど、うちの弟にも連絡取れるよね。何ですか？私あの子たちに縁を切られたの。ひどいでしょ。私は今まで弟のことを考えて過ごしてきたのに。弟のことを考えて、それで結婚式の邪魔をするんですか？最低。あれだって。でも仕方ないというか、翔子さんなんかと過ごしてたら弟は幸せになれないし。いや、私も弟さんとは長い付き合いですけどね、翔子ちゃんと付き合うようになってからが一番幸せそうですよ。結婚してからも本当に幸せだって。私にも翔子ちゃんの作ったご飯の写真を送ってくるくらいだし。でもエリナさんはどうなんですか？私は嫌いよ。そうじゃなくて、もし弟の嫁さんがエリナさんみたいな人だったら。え？どうせまた文句を言うんでしょう。結局エリナさんは弟の幸せとかどうでもいいんですよね。どうでもよくないわよ。でも縁切りなんてひどいでしょ。弟さん、地元のグループLINEでも愚痴を言ってましたよ。お姉さんの存在がきついって。以前から何度も注意はしてきたけど、いざ翔子ちゃんのスマホを見せてもらったら、何年もお姉さんからの嫌味LINEが大量に来てたって。申し訳ないですけど、私たちも縁を切りますね。嫁いびりなんてみっともないことやめた方がいいですよ。私はどうしたらいいのよ。その後、エリナさんの嫌がらせを知った男友達は夫婦揃って縁切りを決行。そして周りの人たちも結婚式に嫌がらせをしようとするのはさすがに、ということでどんどんエリナさんと縁切りをしていっているよ。ちなみに翔子ちゃんは今も嫌がらせとは信じていなくて、エリナさんのことをツンデレだと思ってるらしい。縁切りも何のこっちゃって感じなんだってさ。なんだかちょっと可愛いよね。翔子ちゃんはうちの子供たちにおもちゃとかお菓子とかいろいろ持って遊びに来てくれたりして、私から見ても親戚の子みたいで可愛いんだ。ヒロヤもたくさん遊んでもらってよかったね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。